おはようございます、ケンです。テスラがまたやってくれました。サイバーキャブのテストが加速し、 中国では FSD に似た新機能が導入される予定で、さらにワイヤレス充電技術が実装される可能性が出てきました。これらの動きが何を意味するのか、今日は投資家目線で深掘りをしていきたいと思います。特に注目すべきなのは、完全自動運転を目指すはずのサイバーキャブに、ステアリングホイールと人間のオペレーターが搭載されていること、そしてワイヤレス充電技術の進化が、テスラの EV 戦略をどこまで変えるのかさらに中国市場での fsd 展開にも大きな動きがあります競争の激しい市場でテスラがどんな戦略を取るのか投資家として知っておくべきポイントを解説しますこの動画ではテスラの最新情報をもとにサイバーキャブの未来 fsd の中国展開そしてワイヤレス充電の可能性を徹底分析します最後までご視聴してもらえれば テスラの成長性や株価にどんな影響を与えるのかがクリアになります。それではまずはサイバーキャブの最新情報から見ていきましょう。はい。ではまず最初はサイバーキャブのテスト進行なんですけれども、テスラのギガファクトリーテキサスでサイバーキャブのテストが本格化しています。最近の映像では複数のサイバーキャブがテスト走行している様子が確認されました。ここで注目すべきポイントは、 完全自動運転のはずのサイバーキャブにステアリングホイールと人間のオペレーターが搭載されているということです。スライドの写真をご覧になってもらったらなんとなく見えるんじゃないかなと思いますけれども実際に人が運転しハンドルがあるっていうのがわかると思います。サイバーキャブはテスラが計画しているロボタクシーの一環として発表されましたがこのテストの様子を見ると少なくとも現時点では完全無人運転ではなく手動操 操作のオプションががあることがわかりますこれはどういう意味を持つのか、まず考えられるのは、テスラが最初から完全自動運転で展開するのではなく、一部の市場や規制に対応するために、段階的な導入を想定している可能性です。ロボタクシーとしての運用を見越しながらも、必要に応じてドライバーが操作できる仕様になっているかもしれません。また、一部では、サイバーキャブが低価格 EV として、 一般販売向けに販売される可能性も指摘されています。完全自動運転のロボタクシーというよりも、より手頃な価格でテスラの新モデルとして展開される可能性があるというわけです。この動きはテスラのビジネスモデルにどんな影響を与えるのか、ロボタクシーとしての完全無人運転が進むのか、それとも低価格 EV として普及するのか、このあたりは今後の展開を注視する必要があります。 次に中国市場で進められている FSD の新展開について見ていきましょう。はい。では次は FSD の中国市場の展開なんですけれども、テスラは中国市場向けに FSD に似た新しい自動運転支援機能を導入しようとしています。このアップデートにより中国のテスラオーナーは都市部の道路でより高度な運転支援を受けられるようになります。 具体的には交差点での信号認識、左折、右折、車線変更、速度調整といった動作が可能になる見込みです。つまり FST のようにナビゲーションルートに沿って車両が自律的に判断し走行できるようになる。 ということになります。ただし、米国で提供されている FST、いわゆる監視付きのバージョンと比較すると、一部の機能は限定的になる可能性があります。なぜならテスラは中国市場でのデータ収集やトレーニングに制約があるからです。加えて、中国政府のデータ規制が FST の展開を大きく左右しています。イーロンさん自身も 中国市場での FST 展開にはデータ転送の規制が課題になると発言しています。自動運転技術を進化させるには大量の走行データを収集し AI を学習させる必要がありますが中国では海外企業が走行データを国外に持ち出すことが厳しく制限されています。さらにテスラにとってもう一つの課題が競争の激化です。 中国市場では BYD をはじめとする競合メーカーが低価格で高度な自動運転機能を搭載した EV を次々に投入しています。このためテスラは FST のサブスクリプションモデルや 他のメーカーへのライセンス提供といった新たな戦略を検討していることも報じられています。果たしてテスラはこの厳しい中国市場でどこまで FSD を展開できるのか、そしてこの動きがテスラの収益や株価にどんな影響を与えるのか、今後の動向が非常に重要になってきます。では次にワイヤレス充電技術と長距離対応の進化について見ていきましょう。 はい。では、ここからはワイヤレスの充電技術と長距離対応というところで、テスラの自動運転戦略を大きく進化させる可能性があるワイヤレス充電技術についてお話をしていきます。これまで EV の充電といえば、スーパーチャージャーでケーブルを接続するのが一般的でしたが、テスラはこのプロセスを 根本から変えようとしています。ワイヤレス充電が実用化されれば、ドライバーがいちいち充電ケーブルを接続する必要がなくなり、車両が自律的に充電ポイントへと移動し、自動で充電できるようになります。特にロボタクシーのような無人運転車両にとっては、充電のために人間の介入が必要という問題を解決ができるため、非常に重要な技術です。 さらに、テスラの車両エンジニアリング担当副社長であるラース・モラビーさんは、サイバーキャブがロードトリップ対応すると発言しています。つまり、サイバーキャブは都市内の短距離移動だけではなく、長距離移動にも対応する設計になっているということになります。これが実現すれば、ロボタクシーの運用範囲は都市部に限定されず、より広範に広がります。例えば、高速道路での自動運転や、 長距離移動時の自動充電を組み合わせることでテスラの EV エコシステムがさらに強化されることになります。ワイヤレス充電技術が普及することでテスラのビジネスモデルも進化する可能性があります。充電インフラを独自に展開しスーパーチャージャーと組み合わせて新たな収益源を確立する戦略も考えられます。ではこれまでの話をまとめつつテスラの成長と株価にどう影響するのかを考えていきましょう。 はい。では今日はここまでテスラの最新動向としてサイバーキャブのテスト、FSD の中国市場展開、そしてワイヤレス充電技術について解説をしてきました。では、これらの動きがテスラの成長や株価にどんな影響を与えるのか整理していきましょう。まずはサイバーキャブについて。 完全自動運転を前提としたロボタクシー構想のはずがテストではステアリングホイールが搭載されていました。このことからも完全無人運転への移行は段階的に進められる可能性が高いと考えられます。また一部では 低価格 EV としての展開も噂されていて、もしそうなれば、テスラの市場シェア拡大に貢献する可能性があります。次に FST の中国市場の展開ですが、これはテスラにとって大きなチャンスであると同時に、課題も多い分野です。都市部での自動運転支援機能が強化されることで、中国市場での競争力は向上しますが、政府のデータ規制が FST の本格展開を阻んでいます。 さらに BYE とする競合が低価格で高度な自動運転機能を提供しているため、テスラがどのように差別化を図るのかが重要になります。 そしてワイヤレス充電機能です。これは EV の利便性を大きく向上させ、ロボタクシーの運用にも欠かせない技術です。特にロードトリップ対応の発表があったことで、今後の展開がより広範囲になる可能性が高まりました。充電インフラの拡充はテスラのエコシステム全体を強化し、新たな収益源になる可能性もあります。 では、投資家としてこれからどう捉えるべきなのか。テスラは現在大きな転換期を迎えています。ロボタクシー市場の開拓、FSD の拡張、ワイヤレス充電の導入などが全てが長期的な成長につながる要素になってくるんですけれども、それぞれに規制や競争という壁が存在します。そのためテスラがこの課題をどう乗り越えて、どのタイミングで本格展開するのかが今後の株価の影響に与えるポイントになりそうです。 では、最後に今日のテスラの株価をチェックしていきたいと思います。本日現在は303ドルになっていますけれども、一時300ドルを割ったようです。この原因としては、1月の販売台数の減少があるみたいで、アメリカ、欧州、中国において販売台数の減少があり、それが主な原因ということになります。今日は中国への FST 導入に向けての進展というニュースがあったんですけれども、販売台数という結果が悪かったので、 下落ということになります。はい。では本日の内容は以上です。今日のこの動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。 まず、エコファクトリーさんの東京支社での副写熱の体感会を今週の土曜日に行います。ぜひ、副写熱を体感されたいと言われる方は、LINE の方でお問い合わせよろしくお願いいたします。そして現在、僕の方では5つのサービスを提供しています。まずはネットショップです。現在、センターコンソールの USB ハブをメインとして販売をしています。テスラでは、モニターの下で充電ができるんですけれども、なかなかそこでの充電って難しくないですかけど、センターコンソールに USB さえあれば、簡単に充電

そして3番目に太陽光や蓄電池の導入を検討されている方に向けての無料相談です。こちらはセカンドオピニオン的な感じで利用してもらえればと思います。専門家の方をおつなぎします。そしてテスラに関する情報交換できるオープンチャット、太陽光や蓄電池、環境に関する情報を交換できるオープンチャットも運営していますので、この5つのサービスに関しては僕の公式 LINE の方でそれぞれ問い合わせ並びに参加できますので、興味がある方は参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただき、 ありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。